首都圏から岩手に移住し、山ぶどうの6次産業化に取り組んでいるご夫婦がいます。地域に密着した活動とともにご紹介します。グッドラックストーリー。横須賀市でカメラマンとして活躍していた三浦岳さんは、2008年、奥様の生まれ故郷である八幡平市に移住、奥様の実家の山ぶどう農園を受け継ぎました。初めに取り組んだのは無農薬栽培。虫と格闘しながら収穫した山ぶどうからジュースやお茶、塩などの加工商品を開発し、新芽を使ったピクルスは岩手特産品コンクールで知事賞を受賞しました。僕はね、そのカエルとかさ、そういう小動物好きなわけですよ。ここにもたくさんいるんですけど、虫がいるってことはやっぱり環境がいいってことなんだね。逆に言えば生態系っていうかさ、世界を壊したくないなっていうのもすごいあるんですよね。その上でやっぱり農薬が撒きたくないなっていう、ガクさんと呼ばれ親しまれている三浦さんは、カメラマンやデザイン事務所の代表、トレイルフェスの実行委員長など多彩な肩書きを持っています。中でも力を注いでいるのが写真家グループブラードフォト。カメラに興味を持つ若い人たちを集め、撮影技術を教えています。住んでるとさ、当たり前のものになっちゃってさ、何も感じなくなるんだけど、ファインダーを通してさ見てみると、自分が住んでるとここんなすげえとこなんだっていう風に思うわけさ、まあ、景気になってくれればいいよね。その地元愛を育むっていうかさ、自らの生き方を自由奔放と語る三浦さんを支えるのが妻の彩子さんです。いろんな人にこう慕ってもらえて、お仕事もこう声かけてもらえて、自由な人なだけにポロポロ物をこう落としていくような感じなんです。そこをフォローしてついてって、こう支えられればいいのかなと。地元の若い人たちに写真を撮ってもらって、地元をある程度活性化させる、そしてその写真を撮るお客さんを呼ぶっていうね。まあ、ジュース1本買っても経済効果っていうのは少なからず出るわけですよ。でもこれはね、来てもらわないと成り立たない話で、どんどんそういう動きを作っていきたい。八幡平の自然を満喫するご夫婦がいました。八幡平で自然と触れ合う暮らしをいつまでもね。グッドラック。この番組は好楽の提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。